太陽系の皆様、本日もお疲れ様です。こんにちは、有星卵です。今日は令和3年の4月6日ですけど、今午後の、5時になるところです。今日は朝からなんか風がすごく強くて吹雪いてて、山の方はね、雪が舞ってるようなね感じがするんですけどね、すごくね、あっちは東京方面なんですけど、すごく寒くて、しばしば軽トラックの中に、避難しながら、適来作業、もう鉄火作業ですね。だんだんなんかもう小さい実になってきて、桃の実がね、だんだんこう受粉されたものがね、こう脂肪が膨らんで実になってきてるやつ、やってんですけどね、もう寒すぎちゃってしばしば、軽トラの中に、避難しているところです。ただいま桃の脂肪を鉄火作業してるんですけど、まだね、つながってる空気の部分が柔らかくて、落とすときにねパキパキ、気持ちよくね、落とすことができる状態です。まるでもろこしをね収穫するときみたいにね、もろこしこういうふうに上から下に下げるって収穫するでしょ。その時にパキンなんです。気持ちがいい音が してね収穫できるんだけど、そんな感じで、粒を、パキパキ落としているところです。もうね寒くなっちゃって、お家に電話したんですけどね、お家の息子に電話して、そろそろねお風呂がねちゃんと一人で炊けるようにね、炊いといてくれるように電話したところです。薪の取り扱いの仕方とかね、だんだん覚えてってくれないとね、将来そういったことが伝承できないのでね、後世に伝承できるものは伝えていかないと、そこでストップしてしまうので、僕も知ってることは息子にいろいろ教えようかなと思っています。そんなことですけど、僕はもうちょっと、鉄火作業をね、桃の鉄火作業をして帰ろうかなと思います。本日も誠にお疲れ様です。以上です。